平和ワップ山本です。皆さん、朗報が入ってまいりました。めちゃくちゃありがたい。本日お届けする動画ですが、ユナイテッド航空のマイルを使って発見する特典航空券。 かなり改善されました。こちらについてお話ししたいと思います。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験のある元 VD が私、山本が旅の情報、フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も編集なしでいきたいと思います。声がちっちゃかったらごめんなさい。今回の朗報ですが、ユナイテッド航空のマイルを使って発見する特典航空券ですが、今までは出発の21日を割ってしまうと、 大体10%ぐらいマイルが上乗せになっておりましたがこれがついに廃止になりましたなので一番少ないマイルで当日発見だろうが何だろうができるというのが新しいルールになりましたこれはマジでありがたい実は2月9日エアジャパンの初便が成田空港から出発するんですけれども成田空港までどうやって行こうかなと思ってユナイテッド航空の マイル使って発見しようかなと思って検索かけてたんですけどもそうしたらあれ今までは6000マイル必要だったのに5500マイルになってるぞって気づいて色々と見てみたら完全に直前の発見の上のセブンがなくなりましたこれはありがたいよね 例えば今日1月10日なんですけれども、今日のフライト飛ぼうが5500マイルです。これは本当にありがたい。東京発着で考えると沖縄以外であれば日本全国5500マイルで発見することができます。札幌ベースで考えたら広島までかな。松屋さん松山もオッケーなんですけど、上空港から先は。 8,800マイルになってしまうんですけれども、大阪だと稚内以外かな稚内と宮古石垣かなこれ以外は全て5,500マイルで発見することができますので、これはもう地味にありがたいよね。たった500マイルではあるんですけれども、されど500マイル、昨今、解約が続いた中で、これはもう朗報と言えるのではないでしょうか。ちなみに、ユナイテッド航空結構ルールがちょこちょこ変わるんですよね。例えば最近ですと、日本国内線、日をまたぐ、 フライトは発見できなくなりました。ちなみにそれは今も継続してます。なので、このタイミングで日をまたぐようなフライトを解禁されればなと思ったんですけども、残念ながら、ここの部分に関しては、現行と同じ、同日以内の乗り継ぎになります。例えば今、札幌から東京を見てるんですけれども、昔あれば翌日に東京を着くようなフライトも選択できましたが、 残念ながら今は選ぶことができません。まあ、こんな感じのスケジュールになっております。経由便ももちろん選ぶことはできるんですけども、あくまでも同日の乗り継ぎに限るというルールがありますので、この点お気をつけください。他にも、ユナイテッド航空エクスカーショニストパークの部分が メス入ったたりとかしてたんですけどちなみに今回はエクスカーショニストパークの部分はメス入っておりませんので単純に緊急発見の際21日割った際の約10%の上乗せが廃止になったよとただそれだけではあるんですけれども本当に大きな進歩ですユナイテッド航空の前イル昔から持ってる方ならわかると思うんですけどもかなりこの部分良くなったですよね 前回は確か3000マイルぐらい上乗せになったんですけども、それが10%ぐらいのマイルに変わったりだとか、もっと前だと75ドルの手数料がかかってたっていうのもありましたので、出発ギリギリになるとユナイテッド航空のマイル、マイル数は少ないけども手数料でかなり高くなっちゃうよっていうデメリットがあったんですけども、完全になくなりました。あとは変更もキャンセルも自由というところが大きいですよね。昔あれば変更もキャンセルも 21日を割ってしまうとかなり高くて、キャンセルで確か125ドルかかった時代があったんですけども、これが今すべて無料です。電話で発見しても無料。手数料変更も取り消しも無料。マジでありがたくなってしまいました。これはもういい発表でも僕はもう嬉しくて嬉しくてたまりません。例えばあんまりないとは思いますけども、今日の今日特典航空券発見したいよっていう場合もこれ使います。日本航空や ANA は前日までの発券になります。日本航空は 経由便も選べままますすが前日までマイル数はちょっっと多めになっております少ない距離であれば少ないマイルで済むんですけれどもある程度の距離例えば札幌東京間でも8000マイルぐらいかかってしまいますユナイテッド航空の場合はわずか5500マイルなのでこの部分かなりいいですよねあとは ANA の場合今換算期入っておりますので特たビマイルでこの時期であれば例えば東京から札幌も てていかつ設定ががあれば3000マイルでで発見すすることができますただし前日までですし必ずしも希望の路線に乗れるかっていう確信はないところがありますがユナイテッド航空の場合は年末年始だろうがゴールデンウィークだろうが繁忙期だろうがもう閑散期だろうがもう一律このマイル数になりますしかも経由便も OK ということなので本当にユナイテッド航空のマイルの利便性でかなり高いと思うんですよね なので ANA の国内線を主に乗る方は、まあ、ANA のマイル集めて使う場合は特度マイルであれば OK だと思うんですけどもそれ以外であれば基本的にユナイテッド航空で発見した方が安くなりますので皆さんもぜひユナイテッド航空のマイル集めてみてはいかがでしょうか。マイイル貯める際はもちろんフライト が一番貯まるんですけどもそれ以外にもクレジットカードユナイテッド航空のマイレージプラスセゾンカードマイレージプラス JCB カード他にはそれらのゴールドカードやプラチナカードでも OK ですし私も以前は使ってました今は解約してしまったんですけども昔はもう愛用してました他にも毎度おなじみのマリオットのプレミアムカードありますのでこういったカードで貯めることができますマリオットのプレミアムカード私たちから紹介もできますので気になる方はぜひご連絡くださいませ還元率であれば ユナイテッドのカード、マイレージプラスセゾンも JCB も1.5%なんですけども、マリオットの方だと今キャンペーンやっておりますので、かなりマイルの積算率もいいですし、他の航空会社にも変えられるということもありますので、個人的にはね、マリオットのプレミアムカードをしております。まあ、これぐらいにカードの紹介はしておいて、まあ、例えばなんですけども、これ今日この後の便なんですけども、5500マイルプラス740で発券することができます。ちなみに、エアドゥが。 18時のフライトあるんですけども当日発見したらこの金額ですかね3万1820円がなんと5500マイルプラス700暖房の所税だけで OK ですし株主運賃の場合でも1万6280円してしまいますが特典航空券の場合はこの金額このマイル数で OK ですちなみに ANA ですと金額高くなってしまいますあまだ結構あるんですね昨日一昨日ぐらいからもう滑走路戻ったのでだいぶ 平常通り戻ったのかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと欠航があるみたいです。ANA の場合こんな感じです。株主優待の場合はエアドゥよりも高いです。ただしシニアの方、若者、ここに関しては当日かなり安く買うことができるんですけども、 我々の世代、あとは少し上の世代も含めて、僕の動画見てる方の半分以上はおそらく65歳以下の方、もちろんね、65歳以上の方も多分3割ぐらいいらっしゃるんじゃないかなっていう状況ではあるんですけれども、当日に飛行機乗るとしたらやっぱり株主運賃がかなり安い金額ではあるんですけども、もちろん株主優待券ないとダメじゃないですか。で株主優待券あったとしても、仮に株主優待券が まあ2000円から3000円だとしても2万4000、5000円かかるわけじゃないですか。で、アドゥももちろん株主優待券ないとあれですので、まあそれでも2万円ぐらいしてしまいますが、ユナイテッド航空の場合はこのマイルで発券することができますので、これはマジでありがたいです。ちなみにこれ国際線も同じですべての路線が直前の発券手数料がなくなりましたので、まあ例えばですけども、今日のニューヨークから東京、まあ便あるかわかりませんけれども、 国際線でももちろん、OK、になりますただし、ユナイテッド航空、今、変動性のマイルを敷いておりますので、まあ、例えて言うなら日本航空の国際線であったり国内線と同じような形で、加減のマイルは決められているけども、も上限があんまり決められてない、まあ、決められてないって言ったら語弊がありますけども、必ずしも加減の前で取れるっていうわけではない、これが今のルールになっておりますので、まあ、例えば今、ニューヨークから東京見てますけれども、5万5000マイル、昔だったらこれ、6万数千マイルかかったとは思うんですけども、ご覧いただいている通り、 割増しなく発見すすることができますヨーロッパももちろん OK ですし、基本的には世界各国、緊急発見手数料的な上乗せのマイルはなくなっておりますので、この部分は本当にありがたいですよね。あとは例えばですけれども、ヨーロッパ間、こういったのも緊急発見手数料はもうなくなっておりますので、加減のマイルで発見することができます。あこれいいね。今 フランクフルトからロンドン見てみたんですけど、距離がそこまであるわけではないので、直行便であれば6000マイル。ただ、所税めちゃくちゃ高えな。これ、日本だったら数百円、数百円については1000円以下で発見はできるんですけれども、こんな感じで手数料がものすごく高い。経由便使うと、やっぱりこ,うこんな感じで、ヨーロッパが基本的に1万5000だったと思うんだけどな。1 6500にはなっておりますが、こんな感じで、ヨーロッパのね、特典航空券は、 ちょっとあんまりおすすめじゃないな。これだったら普通に買った方が安いっていう場合もありますので、あとはブリティッシュアウェイズのマイル使ってやってみたりだとか、他の航空会社のマイルを駆使しながらやった方がいいかもしれないですね。ヨーロッパ間はご覧いただいている通り結構高いので、この金額で大手の航空会社の普通に運賃も発売されていることはありますし、今月乗ろうかなと思ってたヨーロッパのフライトがあったんですけども、まあ、結論書いてそれ乗らないんですけども、どこだっけな、ワルシャワから、 んどこだっけなワルシャワから、違う違う、ロンドンからワルシャワ経由、イスタンブールかな。これが1万2000、3円で普通に発売されたので、まあ、それだったら、こういったマイル使う必要ないですよね。1万6500マイルかかってきて、さらに税金もかかってきちゃいますので、ちょっと調べてみましょうか。ロンドンからイスタンブール、ヒースロー空港からだったんですけど、ロッドポーランド航空使って、1万2000、3円っていうフライトがあったんですよね。なので、そういったフライト、 ああるるののででればユナイイテッド航空のマイルを使って発見すす意味はないですよねワルシャワ経由だったんですけどもワルシャワ経由出てくるかなワルシャワこの日は出てこないですねなのでこの日は出てこないちょっと日付ずらしてみましょうか適当な日付初確認してみましょうかここら辺に <laughs> ずらしてみると出てくるかなまあいずれにせよ、ね、直行便使ったとしても基本的にイギリス EU の外に出てしまうとかなり高いんですよね。なので、経由便使うが安いじゃないですか。一旦これ、e、EU の中に避難と言いますか、EU の中のフライトを飛んでから、そこから EU 外に出た方が安くなりますので、これは日本路線も同じです。ロンドンから日本の直行便使うよりかは、例えばロンドンからパリに飛んで、パリから出発した方が、諸税の部分がっつり安くなります。ちなみにビジネスクラス、ファーストクラスはもっと高くなってきますので、この点気をつけてくださいね。 残念ながら僕が見てたロッドポーランド航空の特典航空券としては空席はないみたいなんですけども、1万数千円で発券できるので、それなのにね、こんな1万何本の所税払うのって正直もったいないなと思いますので、ここの部分少し考えた方がいいかもしれないですね。なので、ヨーロッパだろうがどこだろうが、南米だろうが、 少ないマイル数で今は行くことができますので直前発見って基本的に高くなる傾向があるんですけどもまあ航空会社によってはね直前すぎると逆に運賃下げて発売するところもありますのでそういった部分いいですよねあとはある程度近いところだとこんな感じで少ないマイルただヨーロッパよりかは例えばこれリオからサンパウロ見てるんですけれども1時間10分の距離でしたさっき見たどこでしたっけフランクフルトからロンドンの方が遠いとは思うんですけれどもそっちの方がマイル数が少ないので今ユナイテッド航空 チャートがありません調べてみないとどれぐらいマイル数かかるかっていうのがわからないのでもちろん日本の国内線であれば5500マイルもしくは8800マイルのこの一択ですのである程度は皆さんご理解している方も多いとは思うんですけどもそれ以外のエリアに関してはも全くマイル数が読めないというところもありますので、まあ、緊急発見の10%上乗せはなくなったんですけどもわからない未知数な部分も多いのでもうこれはもう調べていくしかありません。 あとは先日公開した、どこでしたっけ、えー、と ?4 区間乗ったフライトありますよね。新潟から大阪、大分、旭川、えあ羽田急旭川か。そういったのも理論上は組むことができます。これね、なんて言ったらいいんだろうな、僕もこう感覚でしかわからないんですけども、基本的に。 直行便があるところはどう頑張っても2区間しか乗れません。例えば今札幌から沖縄調べてるんですけども、ピーチの直行便はあるんですけど今 ANA の直行便運休しております。日本航空もだいぶ10年以上も飛ばしておりませんので、おのずと経由便でしか行けないんですけども、この経由便の場合は、MAX3 フライトもしくは4フライトまで行けるんですけども、この4フライト行けるところって、僕のイメージ、東京から直行便がないところなんですよね。なので多分仙台から、 旭川でいっても、もし空席があれば、かつ同日中に乗り継げれば、おそらくね、4区間ぶち込めるようなフライトは出てくるんじゃないかなっていう予想,予想と言いますか、気はするんですよね。まあ、ただ、この部分が僕もどう説明していいか、ちょっとわからないところではありますので、あ出てきました、これこれこれ、乗り継ぎ3回出てきましたよね。乗り継ぎ3回ってことは、もう4フライトです。仙台、名古屋、名古屋、大分、大分、羽田、羽田、旭川。 こんな感じです。なので同じマイル数これ5500マイルなんですけども少ないマイル数でたくさん乗りたいよって方は基本的に直行便が出てないところを選んでくださいそうすると最低でも2フライト以上3つは乗れるかな最低でも3つ乗れます4フライトぶち込みたいよって方は出発地もしくは到着地、まあ、いずれかが東京の 直行便がないところを選んでください。例えば仙台からの東京がないんですよね。昔であれば成田路線が Ibex の時もありましたし、ANA ウィングスの時もあったんですけども、今は成田路線運休しておりますので、新潟であったり、あとは仙台、こういったところは東京の直行便がありませんので、おのずと4区間ぶち込めるよっていう、こんな感じです。なのでね、 僕もこうどう説明していいか分からないですけど、これどうやって説明したら分かりますかねなんで感覚的に言うと、東京から直行便がないところだとこんな感じで4区間ぶち込めるよっていう気がするので、あとは青森も JAL 便は出てますけれども、ANA 便は東京のフライトありませんので、理論上はこれも4フライト出てくるはずなんですけれども、もちろん空席次第ですが、この日は出てこないですね。もちろん空席次第と、あとは 全部同日中に乗りつかなきゃいけないというルールがありますので、この点お気をつけください。あとは、往復で発見すると少しお得になるの皆さん知ってますか往復で発見すると、袋が500マイル少なくなります。片道5500マイルのところ。まあ、例えばですけれども、札幌から東京を調べてみましょう。札幌から東京は5500マイルなんですけれども、 往復で発見することによって、袋が5000マイルになるんですよね。なので、1500マイルで発見することができます。例えば、往路、適当なフライトを読みますけども、5500マイル。そして、袋を見るとこんな感じ。5000マイルになるんですよ。なので、合計1500マイルになります。少し長いところでも、袋の部分が8000マイルが8、ごめんなさい、8800マイルが8000マイルになります。今 長距離線見ております札幌から沖縄で適当に調べてみたんですけども通常片道のみですと8800マイルかかるんですけども袋も一緒に選ぶことによって8800マイルが8000ルになりますこれもちろん ANA の国内線以外でもアメリカだろうがヨーロッパだろうがどこのフライトでも往復で発見すると袋の部分が少しだけ安くなりますのでもしユナイテッド航空のマイル持っている方はこういったところを活用してみてくださいあとはあまりお得すぎて僕も言いたくないんですけれども ゼロマイルで付け加えれるような裏技もありますがあんまりこれ広めて塞がれてしまうと僕もちょっと悲しいので、まあ、皆さんご自身でお調べくださいそういったルールも一応まだ健在でございますなので例えばですけどもアメリカの国内線見てみましょうかニューヨークから、えー、どこにしようかなサンフランシスコにしようかなニューヨークサンフランシスコこれを往復で撮ってみたいなと思った場合高えなこれ <laughs> もちろん変動性なので、少ないときは1万マイル台で発見できるとは思うんですけど、ちょっとこれ高いので、あ、これですね、1万5000マイルで発見できます。で、ここは、あ、ユナイテッドのアメリカ国内センター、これもしかして対象外かもな。提携会社であれば、 袋安くなるっていうところはあったんですけども、これできたかなあ、できませんね。ユナイテッドの国内線に関しては対象外になる可能性が高いですので、もしかしたらこれ日本だけなのかな自分もね、ユナイテッドのマイルある程度詳しいつもりではあるんですけども、まだまだそこまでじゃない部分もありますので、ちょいと、例えば金庫から、知事調べてみましょうか。瓶も多いですし、距離もそんなに長くないので、この場合、必要マイル数がどうなるのか。あれ出てこないってどういうこと アッシャーナ航空のフライトがあるはずなんですけどね、ちょっと日付ずらしてみましょうかあ。出てこない。ちょっとやめましょう。そしたらもっと多数の頻度で飛ばしてるであろう。ロンドンからパリ見てみましょうか。ロンドンからパリ。この場合ですと、袋どんな感じ。あ、でもパリあれか、直行便がないですもんね、スターラ系。おのずとどこか経由しなきゃいけないので、これパリからフランクフルトにしましょうか。パリ、フランクフルト。 まあやめたスターライアンス同士のところにしたいので、フランクフルトからウィンにしましょうか。これだったら、オーストリア航空もルフトハンザーもどっちも出てくると思いますので、チョッコビ6000マイル。で、袋がどうなるのか。もしかしたらこれ日本だけかも。あ、ちょっと少なくなりました。ほら、5450マイルという、なんとも刻むね。こんな感じで。多分ね、ユナイテッドの国内線は対象外になるとは思うんですけども、他の航空会社であればこんな感じで。 往復で発見すると、往路よりも少ないマイルで発見できますので、狙っている方はぜひ往復で発見してみてください。ただ、ヨーロッパ間に関しては先ほど言った通り、諸税が高いんですよね。サンザージは入ってないんですけども、なぜか諸税高いので、これだったら普通に買った方が安いという場合もあります。ただ、ヨーロッパもアメリカもそうなんですけども、一番安い運賃って、受託手荷物含まれておりませんので、この点お気をつけください。ユナイテッドの場合はは基本的には 住宅手荷物も入っておりますので、そこの部分はお得に使えはするんですけども、税金がちょっと高いのでなんなかなっていうところではありますね。最後にインドの国内線の方見てみましょうか。えっ、ー、と、ムンバイ、デリー、こんな感じで。お、ま、そ、あ、らくここもエアインディア、あとビスタラも使えるんですけども、あれ出てこないなんでビスタラも提携しておりますので、ユナイテッドの前に使ってビスタラのフライトも発見できます。ビジネスファースあ。 懐かしい皆さん覚えてます僕前このフライト乗ったんですよ。日本人で唯一ですよ。今はわかんないですけども、当時唯一エアインディアのファーストクラス、誰も多分あげてないと思うんですけども、これをね乗ったんですけども、4万4000マイルは出す必要ありません。ちなみにこの区間、エコノミーだったら普通に1万円ぐらいでエアインディア売ってますので、エコノミー買って当日アップグレード、もしくはあのオークション形式の入札アップグレードをやっておりますので、それでアップグレードしたら、 マックス僕キクでは3万円ぐらいで発見した記憶はあるんですけども、なぜかこの日も含めて他の日、ビジネスクラスやったり上級クラスしか空いてないというような状況ではあるんですけども、懐かしいな。もしかしたら何かしらの制限が入ってるのかもしれません。なので、ベンガルールだったらどうかな。エアインディの国内線で、あれ調べられないのか。へ困ったな。じゃあ、タイ路線見てみましょうか。タイの国内線。 これだったら出てくるでしょう。今、タイ、スマイル航空がもうなくなってしまいまして、すべてタイ航空に統一されました。なので、タイ航空、これ8800マイルなので、日本の国内線であれば、袋が8000マイルになるんですけれども、袋が出てこないパターンか。空席がそんなに多くないんですね。今までタイスマイル航空にフライト委託した、例えばタイの国内線だとか、あとはベトナム路線っていうのも実はタイスマイル運航だったんですけど、今タイ航空に変わりました。あ、こんな感じですね。 ANA の国内線以外でもこんな感じで袋の部分が安くなるよっていうのがこれで確認取れました、まあ、なので皆さんもぜひユナイテッド航空のマイル往復発見あとはもう真ん中にね0マイルで付け加えることもできますがこれはねあんまり広まって解約されると僕はあれなので詳しいことは言いませんご自身でお調べください、まあ、そういったルールもありますのでお得にユナイテッド航空のマイル使えば日本の国内線はもちろんスターアライアンス ああったりあとは提携会社が運行しているるフライト安く乗ることができますので皆ささんもぜひ活用してみてみくださいこの後もう一本動画撮ろうかなと思っておりまして ANA の国際線のタイムセールあとは国内ツアーのタイムセールやってるみたいなのでそちらについても解説動画作りたいと思いますとりあえず今回の動画ではユナイテッド航空のマイルを使って発見する特典航空券出発21日割ってしまうと今までは10%ぐらいの上乗せの マイル数が必要だったんですけどもそれが今なくなりましたなので日本の国内線だけでいうと短い距離の区間は5500マイル長い距離は8800マイルで発見することができましたで往復で発見するとそれぞれぞ 短い方は500マイル少ない5000マイル8800マイルの区間は8000マイルで発見することができますのでぜひ往復で発見してみてください変更もキャンセルも自由ですのでとりあえず往復で発見してやっぱ袋使わないからキャンセルっていうのも全然できますのでまずは 発見してお得に皆さん活用してみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画は以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅費は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。Twitter、インスタのフォローマンよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、バイバーイ。